おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。本気で作った爽快スピーラン。12月の28日ですね、にいただいたコースです。参りましょう。サムネ見る感じだと結構こまごましてる感じだけど、スピードラン、さあ行きましょう。タンタン、いやこうか、スピン、はい、ターン、右押し、パー、オッケー、いいね、パウーバネちゃん、あ、バネっか、見て、ちょちょちょ、オッケー、はいはい、そういうことか。はいはい、ワン、はい、左に吹っ飛ばして自分を右、オッケー、いいね、間に合うかな、危ねえ、ギリギリ間に合った、セーフセーフ、はいはいはい、ジャンプいるね、うん、そういうことか、オッケー、ドアふっ、にゃー、あぶな、あぶね、あぶな、また微妙な設定になってんの、これえぐいわ、このコース、意地悪、意地が悪い、意地が悪いわ。オッケー、はいはいはーい、あのね、コインのパーティクルと、あとこの猫パンチのパーティクルがマジね、めんどくさい。反応、OK、素晴らしい反応を見せていくからの踏む、うわー、ピーじゃんかよ、ここで、あよし、オッケー、入るからの、なんだ、あ、ここは走らせるだけなのか、あ、ん、なんかあるぞ、三段ジャンプだ、わー、最後ミスったけどゴールした三段ジャンプしてさ、多分バネに当たってゴールの流れだったんだよね。はい、新技発見ですとのこと。3月の8日にいただいたコース、新技発見でさらに10秒チャレンジさせると、キノコを取って入って入って入って戻ってゴールか。ここはちょっと難しいとこではあるよね。あれかな、一回しゃがんで入れるっていうところがそうなのかもしんないよね。俺はちょっとよくわかんないわ、これは。なんとも言えんな、これはな。3月の7日にいただいたコースですね。ただこの制作者さんから来たあれじゃないのかな。2兆年ほどかかる1画面ってどういうこと。5000億年くらいに一度操作ください、はい先々週くらいに開発された技術、2兆年ほどかかる1画面、どういうこと。え？待ってね、待ってね、どういうこと？あ、え、これ時間耐久系コースじゃん。そういうことか。これさ、500秒、まあ2兆年ってのはさすがにありえないじゃん。2兆年ほどかかる1画面っていうのはまずありえないことだと思うけど、鍵ゲットして
左に帰ってくるのに500秒で済まないってわけでもないよね。でもね、待ってね、これどういうことなんだろうね。え普通に死んだけど。え、え、え、普通に死んだね。あれ？なんだこれは？どういうこっちゃ？この動画の概要欄にリンク貼っつけときますね。ツイッターで裏ルごと貼り付けてくれてました。全然気づかなかったわ。ニコニコ動画で発見されたその画期的な遅い新ギミックなんだそうですね、これね。で、500秒待ってもさ、全然ダメだったじゃん。で、その動画を見てみたら、どうも5000億年に1回 P スイッチが押されるらしいの。1700K秒とか書いてあったかな。なんかそれぐらい待たないと、その今サムネで見てる鍵はゲットできないんだってさ。でもさ、マリオは500秒じゃんっていう的確なニコニコのコメント欄にツッコミがあって、まさしくその通りだと思いました。まあとにかく気になった方はその裏で貼っとくんで見てください。いくぜぬるりと。ほ、まず上に避けて、ここにあるらしい。待ってね、こういってここかな。 OK、 これでゴールですね。このギミックをなんかね、計算機に応用したりとかそういうこともできるそうなんですけど、まあマリオメーカーの本来のね遊び方ではないですからね。まあそこはね突っ込んじゃいけないやつですけどね。なんかこういうのがあるらしいですよっていう紹介でした。さあ参りましょう。初めて作ったコースだそうですね。まあありがとうございます。やってみましょう。簡単ではない。修正版、一回あれがあったんだね。ガバを指摘されたんだね。中身確認しとく。おー、昨日こう一応取っとこうか。ここはちょっと高い1の1みたいになってるな。穴はあるんですね。これはあれだね、バネ必要なんじゃないか。一応こっから飛んでみようか。ゴールあった。バネジャンしてゴール OK。 はい、クリア者ゼロですね。1月の21日にいただいたコースです。ツイートには特になんか情報は入ってないですね。一発クリアしてみろってことかな。とりあえず右行きます。時間はあんまりないな。ここで行きたい。はいはい、抜けていきます。ここで行きたい。はい、一応全部。あー、こうかな。うわー、よいしょ。ここで耐えて。そうだよね、あいつは帰ってくるもんね。倒して残り5秒。あ、いけた。うわ、ミスった。壁キックミスった。オッケー、間に合ったかも。おお、これでいいんだね。オッケー、ゴルー。あのカロンに間に合うかどうかですね。続きましてはこちら、1月の22日にいただいたコースです。そんなお悩みになってどうしたんですか、こんなに単純なのに。なんだこれ、クリア法は単純なのでプレイ待ってます。ん？ん？これは、おっと、ここだ、入れましたよ。キノコ取らなきゃいけないのかな。一応取っときますか。うわっ、うわわ、よいしょ。こう行きまして、うわ、ブロスちゃん、あぶねえ、うわ、あ、倒せるんだ、それ、知らんかった。よいしょ、ドア。昨日こう取れないかな、ちょっときつい。すごい、神回避があったね。てか、え、これどこに行くの。オッケー、はい、よいしょ、お疲れ。さあ、参りましょう。
クリアチェック、あ、動画付きで送ってくれてますね。ただまだ見てないです。もしクリアできないようだったら見させてもらいましょう。斬新な壁キックコースを作りました。チャーさん簡単できると思いますが、一応動画も載せておきます。とのこと。了解です。ありがとうございます。難易度マックス。集中力が大事な壁キックコース。全部一方通行か。ほっ。これ、じゃあ喋りながらやるのはきついかもしんない。これ喋りながらプレイしてな、結構きついかも。うわー、これは喋れねえ、喋れない、喋れない、無理無理無理。高さ調節しながらゴールを目指す。よし、オッケー。うわっ、ドッドドドドどうしよう、これ入れる気がしねえんだよな。こっ、おーし、オッケー、よーし、ダメか、パッド交換しないともうダメかな。でもなんか今はいけてたもんね。どうかな、いやー、お疲れした。これ行ってみる、マリオズロングウォーク。長い長い道のりってことだよね、多分ね。機能庫をいただけるんだ、ありがたい、親切設計だわ。うーん、ここはただの購入やな。お、むずい。はい、あー、そうなってたか。あ、でもなんか、あ、中間ある。はい、土管入りましょう。ちょ。でも、ファイヤーでーす。ごっちゃんでーす。倒す。あいつ倒したらなんかあるかな？入れません。ない。土管に戻る。まあ、食らって。あ、こうなってたんだね。あ、なるほど。了解した。ようやく先に進めそうだね。オッケー。鍵ゲット。入ります。そこに繋がる。ピョンス。踏んでいく。壊していく。あ、やばい。行き過ぎた。はしゃぎすぎた。あ、よいしょ。花チューン。うん、入れたね。はいはい。おースターだー。あ、なんかゴール臭い？やったね。やべ。やべ。オッケー、ゴール、お疲れ。はい、ボスラッシュだそうですね。ちょいむず。まあ、息抜きくらいにっていうことなんで、ちょうどラストにできればいいかな。うわ、なんか緊張すんな。とりあえず鍵戸の時はまっすぐ降りて大丈夫だね。こいつは倒すでいいな。うわ、あぶれ、羽だとどうなんだっけ。別に羽だとなんかあるわけ。ファイヤー吹くんだっけか。あ、これはあれですね、さっきのところに繋がってんだよね、多分ね。そのまま降りて大丈夫。オッケー。機能庫一応取っとくかな、ボスダッシュだしね。一応取っとくべきだよね。とりあえず上に上がって、あ、これあれだな、倒せだな多分。あ、この羽付きだ、この羽付き餃子倒さなきゃいけない。でディーヒ、来た。うわ、羽付きが下に落ちた。羽付きが出てくるのを待たないと。来た、チャンス。お前じゃねえのか、じゃあこいつか。ちげえのか、じゃあお前は。そっちで死ぬんかい。お、羽付きのプロペラなんてあるんだ。
取って、OK。これかなり強くなったね。あー、食らってた。まあいいでしょう。はい、新たなエリアへ、行きまーす。中間ごっつん。スタートからやり直す、押さないようにしないとな。キノコかなですね。キノコ取っとけ。これあれだよね、ジュニアさんを倒しなさいってことだよね。しっかりとこの二日酔い状態で倒すのちょっと難しいね。やっぱちょっと余裕ないな。危ね。でも端っこでスピンしてたら割と勝ちゲーじゃないこれ。そうもいかん。あ、一応キノコ取っとけ。やべやべやべ、ぶねえ。オッケー、あぶね。よーし、なんとかなったー。オッケー、ロッカー入ります。中間ごっつん。多分キノコですよ。最終戦かな。お、ここで TOC。 あざす。雑食プレイ、雑食、雑食プレイ。お、クッパ戦ですね。これはでも、あれかな、戦わずして勝つ孔明戦法がいいかな。いやいやいや、倒さなきゃいけないやつだったこれきつい、積んでんの。どんどん足場がなくなっていく。 OK、 お疲れ。うわー、待った、ティヨシは守ってあげたい。おーはまった面白い今の。よくあそこにはまってくれたな。イエーイ、お疲れー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、じゃおー。